4万円で山手線止めんのすげえよな。あれで駅に叩くようになっちまったら人間おしめえだよ。ああ、こいつ。世の中には自分の理解の範疇を超えている人がたくさんいるんだなということを実感する。夏っつったってもう夏休みだっけ？夏休みっていつから？もう入ってるか。7月31日とかだっけ？7月31日までとかだっけ？違う。7月の終わりから9月の末とかまでだっけ？そんな長くねえか。やべえ。夏休み。夏休みの記憶が古すぎて、夏休みがいつなのかわかんねえ。パッと夏休みって聞いて、期間がわかんねえ。ああ、20からとかなんだ。そんなんだったっけな。全然覚えてねえや。実際配信してると、配信のコメントで夏休み感じれるのって、俺これすごい風情だと思うんですよ。現代の風情。ああ、セミ鳴き始めたな、みたいな。まだそんなに感じないけどな。その趣はマジである。いや別にセミ扱いっていうかさ、セミな、鳴き始めたら、あ、夏だなって感じすんじゃん。なんか、それ、そういう感覚、みたいな。今日もうセミ鳴いてたな。早くない？まるそうだね。今月、5日間じゃないかな。4日間ぐらい配信しないかな。少なくとも。俺がバッグをどこで落としたか、知って、あ、あったあったあった。ニーズレンだよ、こいつ。財布を落としてしまったのですが、4万ぐらい入ってたのに。まず俺もタクシーのボタン押しちゃいましたね。4万円で山手線止めんのすげえよな。しかも渋谷駅って言ってたからな。あれ確か。フルコンボみたいなところある。埼玉県民だったら許してあげない？自分で動画残して、証拠残してる抜ける。自白。自白剤飲まされた。電車止めたのが悪い。まあ、電車止めたのが悪いっていうか、後で撮るっつってんのに、そんな、ね、山手線って確か2、3分間隔で来るじゃん。後で撮るっつってんのに、身乗り出したり、なんかボタン押したりして、止めまくってんのが問題なんじゃないか。自分のミスで落としてしまった4万円の財布で、まあ、何万人もいるかどうかわかんねえか。いやでも、1本止まったら何万人にも影響出るか。まあ、大体俺、ちらっとニュースで見た内容で、に出てた全てが悪かったよ、大体。何が悪いっていうか、逆に問題なかった行為の方が少なかったレベルだった。あれで駅員叩くようになっちまったら人間おしめえだよ。まあでも確かに駅員の切れ方も切れ方でなかなかレベル高かったけど、まあ身を乗り出してることに一番怒ってたら問題なかったかもしれない。最初はあれだと思った。お前乗り出したりしたら、もう電車急に来た、引かれたらもうどうすんだよ。お前死んじまうんだぞだったら、おー、いい駅員さんやなーやったやけど、お前ほんま死ぬとこやったぞかと最初は思った。まあでももしかしたら最初はそう言ってた可能性もある。って言ってる最中に、いきなり、財布落とした人がくるって振り返ってボタンポチーって押したらそら怒るかもしれん。あーこいつ。なんやこいつ。なんか、ちらっと俺もニュース見ただけだけど、まあ安くても、200-300万、ひどいと1000万超えるみたいな。まあ、実際払わなきゃいけないかどうかは置いといて。すごいよな。世の中には自分の理解の範疇を超えている人がたくさんいるんだなということを実感する。まあ、まだなんか落とした瞬間に押したとかだったらわかるけどな。パニクる気持ちもあるからね。まあ、冷静だったら押さないかもしんないけど、落とした瞬間振り返ってボタンポチみたいな。あ、まずいまずいまずい。人間やっぱテンパると何、なんか自分でも理解できない行動を取るのって結構あるから。みんなほら、今は、こう、旗から一言で聞いてると冷静でいられるとは思うけど。まあ、でもなんかあれ、あの場合は、あの人はなんか話してる途中になんか、押したみたいなのをニュースで見たけど、合ってんのかな？煽るようにボタン押したレベルだったよな。話してる途中に突然振り返ってポチーみたいな。お、なんや、ボタンあるやんけ。押したろ。でもすごいよなぁ。まあ、ああいうのって別に一部の人なんだろうけど、なんかああいう事態になった時に、動画を回すっていうのは、まあ、現代ならではというか、なんというか、まあ、何か形にして残しておくというのは賢い選択でもある一方で、なんか自分がもしそういう、例えば自分が全く悪くないと思ってる時に、そういうものを回せるかって言われると、頭弾かれた。なんかそううまくはいかないような気がする。でも実際大事だよな。なんか自分が全く悪くないトラブルに巻き込まれた時に、ああいう形を残しておくっていう行為自体は、現代ならでは。でもなんかニュースとかでさ、まあ大事なんだけど、なんかニュースとかでパッて見るとさ、なんかちょっと、わかる？この、なんかちょっと、
っていうこの感じをちょっとわかる。この他人事で見てる時のさ、なんかちょっとなーって。なんか動画まで撮ってるってなってたら、なんかちょっとなんだろうな、みたいな。ちょっとあるよね。大事ではある一方で、みたいな。ワンチャンこいつやってんな、みたいな。つか、線路に財布落とす状況ってどんな状況だよ。ポケットだったらそう、ズボンの後ろだからな。財布が球体じゃないと、なかなか線路には落ちないような気がするけど。線路に物落とすはよくあることだね。まあ、目測で撮影者を叩くも何も、もう、あの撮影者が撮ってる、撮影されてるビデオの中だけで、まあ、だいぶ気がね、ちょっと、まあ、なんか、おかしな人だっていうのは、十中八九。ああ、どうかしてるよ。怖えよ。自分は何もしてなくても、やっぱり、回避不可能なことあるからな。逆に、ああいう人に絡まれたら、絡まれた側のこと考えると、恐怖で夜しか眠れません。やっぱでも俺は、あれは何よりあれだと思うな。やっぱ、自分があのアップされた動画のだけ、部分だけで前後がなかったとしても、自分が悪くなくなると思ってるところが多分一番の本物ポイントだと思う。あの動画見て、まあ確かに駅員の口は悪いけど、もしかしたら前後でなんかこういうことも言ってたかもしれないし、この言葉遣いはしょうがないのかもしれないとはなっても、撮影者が悪くないのかもしれないとはならないところが、なんとも。いい勉強台ですなぁ。そうだね。あの動画だけ見て、駅員さんのまあ口調が良くない、も良くない、口調も良くないっていう人は、まあ確かにいそうだなぁと思う。で、まあ、さっきも言ったみたいに、その前後がもっとあって、身を乗り出したっていう話があったと思うんだけど、例えばそれで、まあ危ねえだろ、なことしたらお前死ぬじゃねえかバカ野郎、人情系駅員だったとしたら、その流れであの切れ方になってたって考えたら、まあそしたら、ほな悪くないか。って俺はなっちゃうかもしれないね。あの口調も悪くないかと。でも駅員のいくら口が悪かったとしても、やってるやつがやってることが一番やべえよ。どっちにしろそこは変わらない。実際別に駅員の口調が悪かったからあんなったわけじゃねえしな。運が悪い。やっぱいきなり家にね、なんかいきなり謎の飛行物体飛んできたみたいな感じだし、回避不能だ。知らない。運が悪かった。あれは駅員さんがかわいそう。負けイベなんで。一番の被害者は JR。 いやどうだろうな。 JR はそんなに被害っつったって、そんな1億円なくなったって言ったって、あれ1億円本当になくなってる？わかんねえんだけどっていうレベルだろ。大丈夫大丈夫。ありますから。やっぱ。毎日何十億も稼いでらっしゃる。何百億からマイナス1億されたぐらいで。まぁ、ちょっとショックぐらい。100円落としちゃった。ショック。みたいな。What the fuck? タンタンタン。財布落としちゃった。負けイベは知らない。人入ってきたな。向かいにもいるね。外はスカブ、中は人だな。あ、誰かいますか？誰かいますかって言ってる。います。すいません。この試合当たっていいですか？なんすかなんすか？装備欲しいです。装備が欲しい？はい。レベルいくつですか？レベル2です。いや、信用できないな。さよなら、すいませんでした。あ、来ないでください。大丈夫？怖っ。殺したろうと思ったけど逃げられた。え、ちょっと待って、俺ルーブル、うわそうだ、俺さっきドキュメントケースに移動したんだ。終わった。目の前に人いる。ピース感にしろプレイヤーにしろ 100% 人。終わったなり。よし。
やばい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 。待って、出血は止めれる。焦るな。出血は止めれる。よし。クソ、なんてチーズなんだよ。限界すぎる。きつい。おっぱいチキ。おっぱいチキ。待って、弾もマジでない。はあ、神帰るぞ。お前神すぎ。おい、ここでスカブの金で金払える。マジかよ。俺、スカブを殺したくて、ウッズに来たのに、なんでこんなにピーと戦わなきゃいけねえんだよ。戦いたくねえ、こんなに。マジで不幸になった。